くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さなちゃん見てる？くるぶしです。ジョーラーです。イエーイ、オッケーしゃー。はい、今回もやってまいりました、くるちょもチャンネルです。いやー来た、あーもうね、うん、暑いいやもう夏が来てるね。夏が来てるよ。大黒巻きや、ほんとすごいよ。夏って何食べます？夏、うん、俺夏になるとね、極端に食わなくなるからね、ちゃんと食べなあかんなと思いつつも、夏にええものって何？俺もね、そうめんしか食わなくなっちゃうよね。そうめんだね、確かに。でも、うん、やっぱりカレーだよ。カレー、カレーライス。でもカレーはめっちゃ好きやで俺。いいね、うん、普段どんなカレーを食べるんですか？普段、うん、ククレカレー。ククレカレー、バーモントカレー。バーモントカレー、うん、リンゴと蜂蜜的な、星の王子様的な。星の王子様はねあれはもうカレーじゃないよ、ね、あ、そうだということで、うん、今日はくるちょもチャンネルといえば18禁ということで、おー、まあ、今日はくるちょもチャンネル的カレーレビューということで、うん、カレーレビュー食品レビューどんどんやってくれ久々ですね、食レポ、今日ご紹介する、はい、カレーですけど、はい、こちらです。じゃじゃん、18禁カレーはい、カレーに18禁ってあるの？俺もね、最初何かと思ったんだけど、食べるとエッチな気分になるかと思ったんです。成人向けって書いてる。そう、これ食べるとエッチな気持ちになるのではなくて、相当辛い、体調崩しちゃうぐらいの辛さなんで18禁にしてあるみたいなんですね。はいはいはい、はいはい、俺、うん、カレー好きやけど辛いのあかんねん。聞いてなかったわそれありがとうございましたアナルに入れたエネマ実はあのくるぶしとしてはパッケージが違う前のバージョンの18禁カレーをライブの時にいただいたことがあって、ああ、それがめちゃくちゃ辛かったんですね。ああ、人生で一番辛いぐらいの。ああ、今回はなんかパッケージも赤くて、さらにヤバいってこと？さらにヤバいの18禁カレー危険というバージョンになってますんでくるちょもチャンネルでこちらを紹介していきたいと思います。はい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 、あのさ、うん、裏にさ、カレーの箱で見たことないこと書いてるで、ワーニング警告って書いてるでこれじゃあ読んでいきましょうか。辛すぎますので18歳未満は食べるの禁止赤いな胃腸の弱い方、高血圧、心臓の弱い方、地持ちの方、体調不良、高齢者、空腹時、周りに誰もいない、一人きりの時、辛さに弱い方はもちろん、中途半端に強い方も絶対食べないでください。これほんま俺食ったら赤いやつじゃんまあちょっと舐めるぐらいにしようか、うん、もう一度食べるのを考え直してみてくださいちょっと待って、もうこのさ、うん、このもう一度食べるのを考え直してみてくださいだけ、うん、やたらなんかそのピックアップして最後にストップってストップってなってるやん。やばいね。辛さが原因のクレームに関しては一切責任負いかねます。乳製品など先に食べることをお勧めします。緊急事態を想定して携帯電話、スマートフォンを携帯してください。何かあった時のために、目に入った場合は大量の水で洗い流し、医師の診断を受けてください。この18禁カレー危険は本当に危険な商品です。お一人での間食は絶対におやめくださいということですね。これあかんやろ俺もうちょっとシュンってなってるんだけど完食は無理かもしれませんが、18禁という名のついてるものに関してはやっぱ僕らはプライドを持ってレビューするべきだと思うので、体を張ってね、こちらを実食していきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ準備していきますね。お願いします。いってまいります。どうしよーい。はい、ちょもちゃんが温めてくれました。皿までパンダっていうということで、18禁カレーオンザライスでございます。意外とさ、いい匂いする。そうね、あとそのもっと真っ赤っかなんかなって思ったけど、普通のカレーの色してる。ほう、スパイシースパイシーもしてないで、フルーティーな香りがする。おばあちゃんが作るカレーみたい。もういきます？俺カレー行くなんかあった時のために蜂蜜をあら用意しております。かわいい。じゃあいただきます。ほんと無理しないでね、マジで。ペロぐらいのがいいかな。いただきます。はい、いってらっしゃい。
あれハハ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 ハくっちゃったし痛い一した。これお腹の中も痛くなるんじゃないの。なんかお釜みたいになってます。え、なになに、どういう味なの。だって、蜂蜜舐めたじゃん。蜂蜜違う、甘いとかじゃない、もう熱い、焼けるの、舌、舌が舌それはそれで理由だね。どうだったんですか。これはあかんわ、マジで。え、何が。もうね、ちょっと今体熱なってきてんもん。え、だって全然一口だったよね。いやもうだってまだめっちゃ舌痛いね。今胃も痛いよ、ちょっと。ほらほら、来てる来てる。俺もちょっと、じゃあこれね、そう、やっぱさっき言ったけど、あの一回食べたことあるんですけど、じゃあいただきます。18金カレーです。うわハハハハ。よく食ったね、これ食った。俺よりあかんやん。言ってー、待って、ごめん、最低なことした。うわー、おお、はあ、てかおばあちゃんのフルーティーさはどこ行ったのこれ。いや、ほんまだから匂いに騙されないで。やばいね。身近で買えるものの中で一番辛いんじゃないかな、これ。ちなみに僕はドン・キホーテで買いました。売ってるところだとビレッジヴァンガードさんとか、ちょっと変わったショップで売られてることが多いんですけど、なあ、辛い、喋れない。喋れないよこれ。俺ひょうひょうと食うんかと思ったわ。あきませんやん。いや俺、ね、前回のは半分以上食ったんですけど、これは無理かもしれない。いや無理やで、これこれマロちゃんにあげよう。死ぬ。口の中だけハワイアンズみたいな。ちょっとよく分からんけど、もうなんかさ、後から来るとかじゃないよ。うん、入れた瞬間サワサワサワってこう舌切られたんだ。もう一口いこうかな、これ。昔からさ、あの母親に言われてきたけど、アフリカとかには食べられない子もいるっていう。これね、うん、これ残しあかんで。これちなみにさ、いくらだと思います。カレーやろ。うん、500円くらいじゃん、これ一食1500円です。アホ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 。ほんま、アホ。食べるやつもアホやし、作ってるやつもアホ。アホか、お前ら。ほんまでも、大地に感謝をして最後一口食べて終わりたいと思います。トムちゃん、どうですか、最後一言。どうでした。どうでした、もうこうしたわねえわ。まだ痛いぞ、した。俺今日一日あかんかもしれない。今日一日済むかな。クルチョモではね、体当たりのねレビューもどんどんこれからしていきますんで、ぜひぜひ応援よろしくお願いいたします。最後に、くるぶしが一口食って終わりたいと思います。それいただきます。